まだよろしくない。気をつけて、はい、階段気をつけて、はい。記憶の影をぽつりと座り寂しいの、白い指先ピアノを弾く人、ショパンが好きよ悲しい調べ奏でれば、恋のできない私に見合いと言った人、冷たくあの人は、壁にかかったモナリザのように、子供のような僕のことなど見もせずに、真珠のように固く心を閉ざしてる、かけがえのないものをなくしたとは答えて、どんなに似たものも変われはしない、幻に似ていた黒髪に分かれて芽生える剛さんのもう本当に出がけに歌った歌で、すごいヒットした曲です。10年間歌っていただきます。